ドクターナブの研究所。世の中は、ゴールデンウィーク。私は、なんやかんやで、お仕事の日々。ということで、このシード、これを検証していきますぞ。は。おお、砂漠に出ました。どうもです。ナバドス。今日はですね、研究員さんからの情報なのですが、なかなかのレアものになりますぞ。え、本当かって？これ、見てください。統合版のこのシード、化石とダイヤが同化している場所が、あるみたいなのです。と、その前に、ここの地形も、なかなか面白くないですか？砂漠が頑張っている感がありますよね。ふふ。砂漠とジャングル、沼地やメサマデが近くにある。これは素晴らしい。いいですなぁ。はい。では、対象の座標に行ってみましょう。真っ暗。おーおーおー、出たこれー。これだ。これがダイヤ化石。間違いない。本当にダイヤと化石が同化してますぞ。ちょっと明るくします。おーおー、いいじゃないですかー。これはいい。ダイヤもたんまり、骨ブロックもたんまり。一石二鳥ですぞ。しかも、こっちにもある。どうなってるの？なんで二つもこんなのがあるの？レアかけるレア、とんでもない確率かもですな。もしかしたら、この周りにも、もっとあるかもしれませんな。ここの空間もなんかすごい感じですよねー。お。そうだ、投稿してくれた研究員さんは、あれが何かを聞いていましたね。お答えしましょう。化石が生成される時って、一部分が石炭鉱石になっていたりしませんか？そうなのです。おそらくですが、石炭鉱石に置き換わるはずのブロックが、性質の近い、ダイヤ鉱石に置き換わったのでしょう。なぜなら、Y 値がマイナスの座標では、石炭鉱石が自然生成されないのです。だから、代わりに、ダイヤ鉱石が置かれた、そういうことだと思われます。にしてもですよ。これはこれで、レアなものですし、何より、嬉しいですよね。こんなのを見つけたら、テンション上がりまくってしまいますぞ。これがマイクラマジック。ブロック一つで、ワクワクさせたり、ドキドキさせたり、まるで魔法のようなことをしてきます。だから10年以上も、みんなから愛されているのでしょうな。そんなことを感じさせてくれる、化石とダイヤのコンビネーション。うん。素晴らしい。洞窟が広く大きくなったので、化石ダイヤはどんどん見つかりやすくなるでしょう。その度に、みんなはワクワクするのです。この世界にワクワクが溢れる。うん。たまりませんなぁ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。